2022年10月に入り、ウクライナ南部ヘルソン州においてウクライナ軍による占領地奪還が進み、州都ヘルソンを奪還する可能性があるとする見方が広がっているよ。イギリスのフィナンシャルタイムズ紙が10月14日に、欧米の各国防当局ではウクライナ軍が早ければ10月下旬にはヘルソン市を奪還する可能性があると見ていると報じているもんな。アメリカ国防総省関係者からもヘルソン市を奪還されることはロシアにとっては大きな敗北となるとする見方も出ているみたいだね。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍によるヘルソン市奪還が間近であることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシアは2月24日のウクライナ侵略を開始して以降、占領が進んでいた東部ドンバス地方のドネツク州、ルハンシク州及び南部のザポリージャ州とヘルソン州の4州において、全域の完全占領がなされていないにもかかわらず、ウクライナ軍の反転攻勢によってハルキウ州のほぼ全域を奪還された焦りからか、住民がロシアへの編入を望んでいるとしてその是非を党住民投票を9月に実施し、住民のほとんどが編入を望んでいるとして4州の併合を発表したよ。併合される4州の面積を合わせるとウクライナの国土の 18% 程度を占め、ロシアにとっては少なくとも過去半世紀において最大の領土拡大となるぜ。住民投票でロシアへの編入を賛成する住民が圧倒的多数を占めたことを受けたロシアの上下両院では、10月4日までに4州との併合条約を批准する法案を可決し、プーチン大統領が5日に法案に署名して、議会下院がドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国、ザポロジエ、ヘルソンの併合に関する法律にプーチン大統領が署名したと表明していたんだ。7月頃よりウクライナ軍は、アメリカから供与されていた高機動ロケット砲システムハイマースによる長射程の GPS 誘導ロケット弾によって、ヘルソン州内でロシア軍の補給路となっていたドニプロ川ドニエプル川に架かる橋に攻撃を加え、戦車やトラックなどの大型車両の通行を不能にしたね。ドニプロ川はヘルソンを東西に分断するように流れており、州内にはアントニフスキー橋を含めて3本しか橋がなく、それらを攻撃され通行不能にされたことでドニプロ川を渡って、ヘルソン市とヘルソン州西部に展開していたロシア軍部隊が苦境に陥ったってわけ。これらを受けて、ウクライナ側は南部ヘルソン州において反攻を開始すると宣言したため、ロシア軍は東部戦線からロシア正規軍の精鋭部隊を引き抜いてヘルソン州への援軍として移動させるなどで対抗し、ヘルソン州におけるウクライナ軍の進撃ははかどらず、日本国内でもロシア寄りのジャーナリストなどがウクライナの反攻が頓挫していて、ロシア軍が自力を発揮して攻勢に出れば、ウクライナ軍が崩壊する可能性があるなどと語っていたんだ。しかし、このヘルソン州でのウクライナ軍の動きは陽動作戦であり、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟諸国や周辺の東欧諸国からの支援によって、新規に機構部隊を編成していたウクライナ軍は、南部に部隊を移動させて手薄になっていた北東のハルキウ州で反転攻勢を開始したぜ。驚いたロシア軍は総崩れとなって戦車や装備、軍需物資を放棄して極走したってわけだね。東部戦線ではそのままハルキウ州の全域を奪還して、ルハンシク州、ドネツク州において着々と戦略上の拠点、補給経路上の拠点を奪還しロシア軍を追い詰めながら、陽動作戦のおとりと見られていた南部戦線においても、ドニプロ川を利用した補給路遮断作戦によって弱体化しつつあるロシア軍を圧迫しつつ10月に入ってドニプロ川西岸に達し、ノバカホフカの確保とヘルソン市の包囲に向けて進軍していたんだ。ウクライナ政府は10月13日までにヘルソン州において75の集落を奪還したことを明らかにしていて、ゼレンスキー大統領が14日のビデオ演説において今後、南部のすべての都市を奪還してウクライナの旗を掲げ、さらにはクリミア半島をロシアから取り返し、ウクライナ本来の領土を回復させると述べているよ。この状況下に置かれた南部ヘルソン州を支配する新ロシア派の幹部は、これからウクライナ側との戦いが本格化して激しくなるとして10月15日に SNS への投稿で、ヘルソン州内の住民に事実上の退避を呼びかけ、ミサイル攻撃の影響から身を守るため、ヘルソン地域のすべての住民に希望があれば去ることを提案したとし、子供とその親に対しては、土地を離れる機会を与えると述べて、住民にロシアの南部でルハンシク州やドネツク州と国境を接しているロストフ州などへの退避を呼びかけたみたい。それと同時に住民の移動に際してロシア政府に支援を要請していて、マラトフスヌリンロ副首相が、避難者に無料の宿泊施設、移住希望者には住宅を提供するとして避難民に対する支援を約束したようだな。しかしその一方で別の新ロシア派幹部は、ドニプロ川西岸の戦線を縮小させたロシア軍が防衛線を固めているためヘルソン州からの退避はない。
冷静を保つべきと発信していて、新ロシア派内で混乱が広がっているとされているみたい。ウクライナへの侵略を始めて以降、ロシア軍が州都を攻略したのはヘルソン市のみで唯一の戦果とされていたんだけど、同市をウクライナ軍に奪還された場合にはその戦果を失うことになるんだ。ロシア国内においてプーチン大統領の立場はますます厳しいものになるだろうね。こうした中、ロシアと同盟関係にあってウクライナ侵略開始時に首都キーを狙うロシア軍の通過を許したベラルーシの国防省は15日、ロシア軍とベラルーシ軍の合同部隊を編成するためにロシア軍の最初の部隊が、ベラルーシに到着したと発表したよ。このことに先立って、ベラルーシのルカシェンコ大統領は、ウクライナや NATO からベラルーシに対する脅威が高まっていると主張し、ロシア軍との合同部隊を編成してベラルーシ国土の防衛に充てることでロシア側と合意したことを明らかにしているんだ。プーチン大統領としてはウクライナでの劣勢が伝えられている中動員もはかどらず、盟友とも言われているルカシェンコ大統領に対して軍事協力を求め、ウクライナの注意を北部に向けさせる狙いがあると見られているぜ。今後の見通しについてアメリカのシンクタンク戦争研究所は14日に、欧米やウクライナ当局はベラルーシ軍部隊がロシア軍部隊と共にウクライナに侵略する可能性は低いと見ていることを明らかにし、プーチン大統領はウクライナ側に懸念を抱かせ、ベラルーシとの国境防衛にウクライナ軍が部隊を割いて東部、南部戦線への増援を足止めしようとしている可能性があるという見方を示したよ。日本においては、テレビ、新聞など各メディアがベラルーシ軍が参戦してロシア軍と共に、北部から再び首都キーウ攻略を目指す可能性があるとして危機感を煽っているんだけど、軍事ジャーナリストの多くは、ベラルーシ軍は陸軍と空軍を合わせても4万5000人の兵力しか保有しておらず、ロシアの部分的動員が進まない現状を踏まえれば、ウクライナ侵略に加担する可能性はかなり低いとしており、ウクライナ軍への陽動作戦と見る向きが多いね。その中で、ベラルーシ国営通信がルカシェンコ大統領にアメリカの NBC がインタビューした内容を伝えていて、ルカシェンコ大統領は最も重要なことは対話の相手を、たとえ敵対者であっても窮地に追い込まないことだとした上で、そのためにロシア側が示すレッドラインを越えてはいけないと述べているよ。そして、西側でプーチン大統領が核兵器を使用する懸念が高まっていることに対してルカシェンコ大統領は、核兵器に関しては、どんな兵器も何かのために作られた兵器だと指摘した上で、ロシアは必要に応じてあらゆる種類の兵器を使用することができると述べ、プーチン大統領を窮地に追い詰めることで、核兵器を使用する可能性を示したんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。